はい、今アブローラーの練習が終わりましたんで、40回ちょっと厳しいんですけど、続いて腹筋の運動です。腹筋の運動というのは、まずこの足を曲げます。90度。そして体をこのように目いっぱい上に上げる、上に上げる、これをやります。ただ普通の状態では上こういうふうに上がりませんので、まず目いっぱい足にタッチする、足をタッチする、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 これで最低15回、できれば25回を1セットとして1日3セット、もし15回なら3セットで45回やってください。以上です。